はい、皆さん、こんにちは。柴崎です。今日はね、柴崎が朝起きてから午前中どんなふうに過ごしているか撮影しましたので、その模様をお届けしたいと思います。目が覚めました。昨日夜遅くまで編集して疲れたな、ちょっと。よいしょっと。今日のお天気はと。曇りかな。でも朝の風は気持ちいいね。から空気を入れ替えて、さていつもの。さっぱりした。目が覚めたね。ちょりちょりちょりと。よしよし。意外です。ね、綺麗にしてるでしょ。別に撮影のためにこうしたんじゃないからね。いつもこうです。全部ユニクロです。これを履いてと。いつものお決まりのジーパンです。よしと。さっきから朝ごはん朝ごはんって催促の声が聞こえるな。今行くよ。
しめるよ。はい。はい。我が家の猫ちゃんね。こっちに。あんちゃんです。どう、可愛いでしょ？おはよう。ご挨拶。ね、これから時々動画にも出演しますね。あんちゃんとの出会いはまた今度お話ししたいと思います。いっぱい食べてね。おいしい。おいしい、おいしい。では猫ちゃんのご飯も済んだので今度は僕がいただく番です。後でね。はい、朝食です。いつもの席へと座ります。いただきます。このパンとね、果物のジャムは自家製です。ちなみに柴崎は好き嫌いがなくて何でも美味しく食べることができます。ん？ちょっとニュースを見ようかな。つかないぞ。どうだ。当初はですね、はいはい、プラスター対策というか徹底的にそういうプラスターを向けて潰していく。そして、なるほどね。ここに、関連する人たちを囲もうと、これも見事に成功しましたね。ですから、あと第2波と言われる。パチンと。このジャガイモも畑から収穫してきました。ちょっとアレルギーで、くしゃみが出そう。入植えマシンにねセットしておいて、今朝焼き上がったパンですね。これ、あんずのジャムですね。僕は作りました。今度いつか動画でね、見ていただきたいと思います。いつもこうやって朝食を食べながらね、今日やることの計画を頭の中でね、練ってます。これ野菜ジュースとね、野菜で煮込んだものですね。トマトジュースですね。美味しいですよ、シンプルで。
今日はどんな絵を描こうかな。昨日考えたあれがいいかな。柴崎はこうやってゆっくりと朝食を食べるのが大好きです。いつもと違って食べてるとき静かでしょ。柴崎はね、意外と小食なんですよ。さてと、はい、ごちそうさまでした。ご飯の後で毎日行うこと、今からやります。その道具は、ね、ここに入っています。さて、毎朝行うこと何でしょうか。長靴を履いてとね。これでね、空を飛ぶわけじゃないんですよ。こっちの方よく飛びそうかなというわけではないんですね。朝のね、お掃除です。今お花がいっぱい咲いていてとってもいいですね。爽やかな風がね、優しく吹いていてとっても気持ちいいですね、この時間帯は。さあ、お庭も綺麗になって気持ちも綺麗になってとってもすっきりしました。
ではいよいよアトリエですね。明るい光が差し込んできて、さあ今日も絵を描くぞっていう気持ちになります。こちらも空気を入れ替えて、うん、気持ちいいですね。ちょっとね、夕べのやり残しの仕事をちょっとチェックして、アトリエの中も比較的片付いてるでしょ、ね、もう柴崎は使い終わったらみんな片付けちゃいます。さあ今日のためにちょっとねパレットも掃除しましょう。新しい水を汲んで今から描くぞという気持ちになりますね。ということでね、柴崎の朝のルーティン動画いかがでしたか、最後まで見てくれて本当にありがとう。 Facebook やインスタなどね、各種 SNS のフォローもよろしくお願いいたします。それではまた